マスカレードシリーズマスカレードホテルマスカレードホテルは東の敬語の長編ミステリー小説マスカレードシリーズの第一作目2008年12月から2010年9月まで集英社の月刊誌小説スバルに掲載され後2011年9月10日に集英社より単行本が発刊された 東野の作家生活25周年記念作品第3弾の作品でタイトルのマスカレードが英語で仮面舞踏会を意味することであることから表紙にはアイマスクが描かれている2014年7月18日には終映者文庫版が刊行されたなお舞台となった架空のホテルは干末に取材協力団体として紹介されている日本橋の ロイヤルパークホテルがモデルになったと推察される。2019年1月18日に映画化され、全国公開された。2020年1月に、宝塚歌劇団花組により、梅田芸術劇場シアタードラマシティと、日本青年館ホールで舞台化された。東京都内で3件の予告殺人事件が起きた。事件現場に残された不可解な暗号から、3つの事件は、 連続殺人事件として捜査される。警視庁の捜査本部は、数列の暗号が次の犯行現場を予告するもので、あると解読し、第4の殺人は高級ホテル、ホテルコルテシア東京で起こると推測する。数名の捜査員が、第4の事件を未然に防ぐためフロントスタッフや、ベルボーイに扮して、ホテルに配置され、 不慣れなホテルマンとしてのホテル業務に悪戦苦闘しつつ、不審な宿泊客を監視することを強いられる。捜査一家の刑事、新田康介は、英語ができる、帰国子女であることから、同ホテルのフロントスタッフに憤することになり、神殿の補佐、教育係には、優秀なフロントクラークの山岸直美が任命された。立場も、職業倫理も異なることから、 潜入捜査が始まった段階では衝突の多い二人だったが、共にホテルマンとして、時には捜査員としての目線を互いに共有しながら、日常を起こるホテル内での引きこもごもの出来事に対峙していくうち、二人の間には信頼と共闘意識が生まれる。そして、捜査本部が、これまでにない限界体制を敷いた、ある特別な一日が始まった。主演は、木村拓也。 ありがとうございます。